A100 はアメリカの自動車メーカークライスラーがダッジブランドで生産していたコンパクトバンである。当記事では派生型のピックアップトラックである L シリーズについても述べる。1960年代初頭、北米のバン市場は活性化の兆しを見せていた。それまでは北米市場においてバンといえばボンネットスタイルが定番であったが、ドイツから フォルクスワーゲンタイプ2が輸入されると若年層を中心に大ヒットし、にわかにキャブオーバースタイルが注目を集めていた。その流れに追従し、フォードモーターはファルコンエコのラインを、ゼネラルモーターズはシボレーコルベアベースのグリーンブラやスポーツワゴンをリリースして好評を博しており、もはやキャブオーバースタイルは流行のものとなっていた。 上記に遅れること1964年、クライスラーは A100 を開発、ダッジブランドで販売を開始した。基本的なボディスタイルは3種類で、フロント以外の窓を埋めた、商業用モデルのパネル版、乗用モデルのワゴン、パッセンジャー用のピックアップである。エンジンレイアウトは、ファルコンエコのラインを参考に、居住性を向上させるため運転席の真下に、 配置した構成となっている。このレイアウトは運転者がエンジンよりも前で操作することからフォワードコントロールビークルと呼ばれた。コンパクトながら幅広い室内を持ち、またモノコックボディにより光合成を確保しており、商用車としての他快適性向上のため、キャンパー仕様に改造されることもままあり、これらのオーナーに対して好評を博していた。発売開始当初は、 直列6気筒のみのエンジンラインナップであったが、1965年に V 型8気筒がラインナップに加わった。コンパクトなボディに強力なモーターが設定された A100 は、単なるバンとしてだけではなくそのキャラクターが受けて、マッスルカー市場などでも注目されるようになり、カスタムカーやドラッグカーのベース車両として一躍大人気となった。 しかし1960年代末になると、キャブオーバースタイルによることで、室内空間の確保に限界が生じ、自流は再び、ボンネット版へと転化していくこととなる。ライバルのファルコンが、エコのラインへとモデルチェンジしたのに続いて、A100 も例に漏れず1970年に販売を終了し、以降はセミキャブオーバーである、B シリーズへと代替された。なお、A100 は、 アメリカ本土では、ダッジブランドで販売されたが、カナダでは、ファーゴブランドにて販売されていた。A100 販売開始後の1966年、ダッジは、A100 のキャブヘッドを流用した、ミディアム、ヘビーデューティー開発、販売を開始した。ガソリン仕様の L600、ディーゼル仕様の L700 の2種類を基本とし、コンパクトなキャビンを生かした。 ショートホイールベースのトレーラーヘッドも生産された。これらのモデルは、ファーゴ名義でもラインナップされていた。これらは1970年まで販売されていた。ありがとうございます。